ピックしようかな。あ、つけなくても今綺麗だな。つけてもいいけど、これでいいや。こんばんは。お疲れ様です。今帰ってきました。今日は栗は？あ、みんな栗は気になってますね。お疲れ様でした。はい、今日は、昨日と今日でおしゃべり会をやってきました。で、今帰ってきたところです。今日はホテルに泊まってます。そう、みんな甘栗さんやって言ったら、すごい生活音。聞こえますか？生活音。嘘。何も聞こえないけどな。あまぐりどっこ。そう、あのね、昨日久しぶりのおしゃべり会で、まあ、メイクをねしてたんですけど、隣にねリコが座ってて、でリコがなんか勝手に、リコが福岡からあまぐりを、大袋のあまぐりをね持ってきてたんですよ。だから、あ、リコ持ってきたのって、え、リコ福岡から大ぶりの、大ぶる、大袋の栗持ってきたの福岡から福岡から福岡から大袋の栗持ってきたとって言って。そしたらリコが勝手に写真撮って、勝手に写真撮って、それで私をタグ付けして、え、ジーナが持ってきたみたいな感じで、あのストーリーに載せたんですけど、それからどん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 リコがストーリー更新してってでそしたら、私は別に持ってってないのに、ファンのみんなは私が福岡から栗を持ってきたと思ってて、でずっと、あの昨日も今日もファンの人に、ジーナって栗が好きなんだねって言われたりとか、え、ジーナ福岡からあれ持ってきたのって言われて、すごい昨日と今日はいじられてました。でもあれはファンのみんな、未だに騙されてる人がいると思うんですけど、あれは私じゃなくてリコが持ってきたんですよね。リコが持ってきたんですよ、私じゃないの。リコが持ってきてたんです。そう、犯人はリコです、私は関係ありません。わかりました？めっちゃツボってるやん。リコピ面白い。そこいるやん。え、何がですか？ミキセイと一緒ですね。おもろい流れすぎた。いじめには騙されなかったよ。ひそひそ、オカミがおる。歌唱力ヒクさん。甘栗美味しいから仕方ないね。まあ美味しかったですよ、めっちゃ。うん。一袋もらいました。でも、泣いてる？気のせいか、泣いてないですよ。素直になろうじゃないんよ。素直になろう？そうそう、りっちゃんが言ってた。なるほどね。楽しいなら OK です。リコピ、それは本当ですか？どういうこと？今日はありがとう。かわいかったよ。リコピ、悪い子や。
おかみどこ？おかみ？どこですかね。あのおかみさんはね、なんか今日もずっと飛ばしてましたよ。シャッター音何がですか？聞こえました？なんかカシャカシャ音するだって。嘘。カシャカシャ音する？嘘。全然隣の部屋かな。ひそひそ。おかみは誰？ニコピはどこ？誰かいるの？ほんと？なんか聞こえるって。嘘。怖っ。嘘。一人部屋ですよ。だって今日は、あの今はちょっといる。もう、どうなんだろう。あ、みなちゃんからコメント来た。なんでそんな笑ってるんですか？あ、栗の事件ですか？ははは、確かにみなちゃんに話してましたよね。みなちゃん、なんかめっちゃなんかひそひそ声聞こえるって言ってるんで、みなちゃん来てください。なんかみんながひそひそ声聞こえるって言うんですよ。で、シャッター音も聞こえるって言うんですよ。怖いんですけど、みなちゃん来てください。めっちゃ怖っ。怖いよ。聞こえるんですか？みんな、みなちゃん来てくださいよ。怖い。嘘。大丈夫ですか、みんな。みなちゃん、みなちゃん来てください。怖い。嘘。なんやろう。大丈夫ですか？もう聞こえないんですよね。うん、大丈夫ですよね。オッケー。くしゃみが出ました、すいません。うわっ。今日普通に、おしゃべり会して帰ってきたんですけど、今普通に一人で配信してて、そしたらなんか急にみんながなんか音聞こえるって言うから、何ですか？何何、ラーメン？すごい物音聞こえる。何がですか？動機乗りで草。どういうこと、どういうこと、どういうこと。ラップ音かな。何？栗食べてる音が。栗？何何何何？なんか音した。嘘。今日はね、本当ありがとうございましたって感じなんですけれど、2日間ね、おしゃべり会終わって、ファンのみんなと久しぶりに会えて、すごく幸せな時間を過ごさせてもらえて、本当に楽しかったです。本当にありがとうございました。2日間すごく楽しい時間を過ごさせてもらえて、私が本当 HKT に行ってよかったなって毎度毎度思わされるんですけど、やっぱりね、今回も2日間すごく楽しくて
またね今年一発目のおしゃべり会、すごく素敵な2日間になりました。本当にありがとうございます。レイがなんか食べてる。本当ですか？誰かラーメンすすってる。本当？嘘。隣の部屋かな。え、私全然聞こえないんですけど。え？マキノードン？ん？私何も食べてないですね、もう。今9時20分ですね。今9時20分ですよ。はい。あ、なんか喉乾いた。なんか今9時20分だからちょっとメモしとこうかな。なんか音が聞こえた時とか言ってください。怖いんで。今9時。なんでずっと聞こえてないんですよ。何の演技授業演技授業してんの。なんでずっといた。何やでだろ。いきます。リカ映ってるよ。リカとマイちゃん。あと一人誰ですか。え？あと一人誰？いないんだけど。怖い。いないよね。怖い。ごめんね卵割って。ごめんねラーメンすす。ラーメン音と卵音。ラーメン音。ごめん。本当にごめんね。なんか。本当にごめん。多分全然うん、ちょっと茶番長すぎるかなって思って。そう、ちょっとなんか動機のリクサに、いや栗だろそこは。ツッコミたかったけど。ナイスナイス。いやーなんかね言いたくなくてどこまで言おうかなと思って。いやミナちゃんこうかな。ね、ミナちゃんずっとわらわらって。ミナちゃんわらわらって言って。普通に話し始めた。いやめっちゃ面白かったな、みんなのやつが。なんか、なんか聞こえたことない。聞こえたらなんか言ってくれない。9時何分とか書いておいた方がいい。ゆいさんなんかさ、リアル性出したくてさ、2まで書いた。2まで書いた。危ない危ない。うん、危ない。大丈夫だよ。大丈夫だよ。よかった。まあ今日はその。大丈夫だったよ。よかった。あ、本当。あ、大丈夫。よかった。よかった。一人で配信してなくて。ね、一人で配信してたら余裕だよ。見てないですよね。今すぐアーカイブ消します。ラーメンスロット、そう。今日は帰ってきて一人で本当配信しようと思ったんですけど、かわいい。結局じゃない、せっかくみんながいるんで、あ、そう、そして2節配信してって言ってそう、舞、ちゃんとリコがいつもやってるんでしょ。そう、見たことあるよ。本当、私も見たことある。本当、あのジーナさんですよね。あの、そうです、あの週刊ジーナライブ、すごい、させてもらってる。結構なんか結構刺激的な記事書かれてますよね。あ、そうですね、割とその人が書かないようなあの人があまり興味ないようなものをね、書くのがすごい好きで。好きですよ。そうそう、見てくれてて嬉しいです。今日は綺麗ですね。ありがとうございます。綺麗です。そしたら二人が受け入れてくれました。喜んで、もう部屋の照明全部つけたよ、ね、初めて。めっちゃ全部さ、電気つけてくれて、ね、どこにさ電気があるかなんて知らなかったからさ。そう分かんないよ ね照明のやつも全部、ね、照明全部つけてね、うん、やってくれました。いい、はい、この3人好き、ありがとう。嬉しいな。ジーリコマイです。お化けが、お化けの正体はリコとマイちゃんでした。もう途中でさ、ラーメンのすする音聞こえた時びっくり。マジ笑いこらえきれ。おかしいよね。そんな音聞こえ、拾うんやん。めっちゃ聞こえた。
昨日もリコラーメン食べた。うん、美味しいよな。お弁当はさ、ご飯食べたからさ、夜はさ、いいかなって思ってさ。いいよね。うん、それでさ、太らんのがする。これがあれ、スモークタン。え、あ、私の。あ、リコ。恥ずかしい。恥ずかしい、だってもうバレてんだよ、ラーメン食べてる。あの今日のリコの食事はラーメンとこちらのスモークタンになりますね。本当はね、スモークタンですね。近くにね、おいしい。え、待って、それと迷った。いや、そうってあげるよ。え、交換しよう。いいよ。え、スモークタンと生ハムの交換会が行われてる。ロス生ハム。ナッパン、美味しいね、そういうの。一個もらっていいじゃん。いいよ、残しちゃってね。え、もう終わった？まだやってる。普通に終わったかと思った。普通にいいよ、食べとって。もう今ちょっと見よう。え、もちろんお酒は飲んでないですよね。あ、飲んでないです、もう全然。そう、飲んでないです、うん、ね、リアルにね、買ってないよね。そう、この緑茶飲んでないのにおつまみ食べとるやみたいな感じですけど。確かに恥ずかしい。私たちが結構こういう食事っていうのがバレちゃいました。でもこういうのが一番さ、ヘルシーだしさ、美味しいよね。ヘルシーなんだよ。ラーメンはヘルシーなんだよ。リコピー、ミミガーも美味しいよ。あ、ミミガーね、ミミガーも美味しいよね。すごい、普通に会話しちゃった。美味しいよって来てる。おしゃべり会の延長。あー、面白かった、さっきの。もうみんなね、一日ね、朝から夜までびっくりしてない。やってるのに。大丈夫。ね。やってるのに。すいませんね、お騒がしくて。うん。いぶりかっこ。いぶりかっこ美味しいよ。いぶりかっこ美味しいよね。本当食べたことある？いぶりかっこってさ、いぶりかっこだよね。いぶりかっこはいぶりかっこだね。あのたくあんとなんかチーズみたいな。うん。めっちゃ味の濃いたくあんとチーズ。うんうん。いぶりかっこですよね。ヘイシリ、いぶりがっことは。いぶりがっこって言うんだ。いや、絶対違うやろ。結構長い。結構詳しくし。すごい、もう知り。もう大丈夫です、大丈夫です、すいません、ありがとうございます、すいません、はい、お時間です、お時間です、すいません、ありがとうございます、お時間です、ありがとうね、バイバイ。めっちゃ長い、めっちゃ説明してくれる。シリにいぶりがっこ聞いたの初めてじゃない、人類で。マジ、いぶりがっことはって、ね、私も AI に搭載されてる。あ、でもインスタスタ、いいよ、好きな話して全然。うん、わず買ったよ。何の話しようかな。いつも何話すの？いつもはなんか1週間にあったこと。おお、いいじゃん。そう、何あったかな、1週間。この1週間はでも年明けて、今日が初、年明けて初ですね。あ、違うわ、年明けて2回目かなの配信なんですよね。何があったかな。もう公演がありましたね。公演始めやりました。今年初の公演を一昨日して、 R か、そう、うん、R やって、で昨日リセット公演をして、で今日、あ、き、あ、違うわ、え、昨日と今日か、おしゃべり会、昨日と今日だわ、昨日と今日おしゃべり会で、おととと、いおとととい、おとといって言うと仕事といじゃない、仕事と、え、仕あさってみたいな感じ、うん、仕あさって、で、おとといが仕事とい、え、知らんかった、知らんよ、多分仕事といじゃない、おとといって言った初めて聞いた、絶対違うやろ、おとととおととと、絶対仕事といやん、おととと、い、仕事といに初めての、今年初の公演をして、そしておととい
また公園行ってゆいちゃん見て爆泣きしたーい。3日前は先、あ、3日前は先おとと、先先おとといだって、3日前は先おとといと言うんやでって来た。先おとといになりました。うん、先おとといだって。しおとといかと思ってた。今度 MC でさ、しれっとさ、あの先おとといにって言ったらさ、うん、なんかちょっといい感じじゃない？なんかね、頭良さそうだよね。素敵だね。素敵な方だなと思うよね。先おととい。太宰治。どういう意味？知的って言ったから太宰治。ちょっと知的なイメージの太宰治。いい音。いい音やね、めっちゃ。綺麗にするよね、リコ。嬉、ね、しい。ビチャってなら？そうするとってビチャってなら。確かに。うん、おい、滑ってんぞ。え、なんかその笑い方としてあの言ったわけではないんですが、そのように捉えられてしまえればもう滑ったということになりかねないので、それは本当に申し訳ないです。まあね、別にね、人前に出てるわけじゃないしね。今受けさ取らなくてもいいじゃん、だってね。いや、取りたいね。すごい、すごい、いつない時もね。なんか声枯れてきた。ずっと喋っとるもんだったり、ね、起きた瞬間から喋る。今日のさ、朝さ、楽屋でさ、昨日のなんかホテルでの過ごし方エピソードトークしてたね。したかも。お風呂だね。したっけ。そうだね。昨日朝からそう、違う、朝シャワーに入ろうとしたの。ゆいがね、うん、あ、そうね、朝ゆいの、あ、話してあげないよ、めっちゃ面白いじゃん。私朝寒くてお風呂に入りたかったんですよ、うん、だからあのシャワーちょっと浴びてお風呂をためようと思って、うん、でお風呂ちょろちょろ入れたんですけど、そこのここのホテルのお風呂がちょっとお湯がたまるのが遅くて、早くためたかったから、あ、これシャワーを使って湯船に入れたら結構早くになるんじゃないかなと思って。確かに賢い。賢いね。そう、シャワーの勢いは結構、賢い、その考えはなかった。そう、シャワーの勢いすごい強いから、うん、あ、これ入れたらすぐ溜まるじゃんと思って、うん、でそのちょろちょろ出てるプラスシャワーを入れたの、うんうん、湯船に。そしたらそれがその勢い余って、うん、自分の方にプシャーってかかってきて、シャワーヘッドシャワーヘッドがこっちに向いて、あのもう天井とかそのドア開いてて、そこの湯船のドア開いてるから全部あの外の方にぶちまけて、水がわしゃーってなって、朝からあのびしょびしょになりました。想像つくよね、めっちゃ想像つく。あーってなって、これいいじゃん、名案じゃんと思って、かわいい、かわいい。そう、朝からそういうエピソードがあったんですけど、それを朝から盛り上がって、そこからね、7時間ぐらい、いいスタートだったね今日。いいスタートを切って。でも私のエピソード一つ言うと、うん、リコのエピソード、そう、昨日お風呂ためたから入浴剤入れたくて、うん、で、あのホテルのロビーにあるかなと思って見に行ったの、ホテルのロビー。そしたらあの入浴剤、その夜ね、うん、夜中ね、一人で、もう誰にも会わんだろうって思うやん、夜中やったしね。やけん普通に、まあ、このパジャマ でさ、うんうんうん、行ったのよ、うん、ロビーまで、うん、そしたらなんかピンポンってエレベーター来て、会えたら、うん、アイチーおった。ことしてた。アイチー。いや、なんかアイチーが、しかもホテルの部屋にもこの白いさ、よくあるじゃん、ホテルにあるやつで、あれで来てたの。アイチーおって、すいませんすいません会っちゃった。帰ってく行って、うん、なんかいたずらしてやろうと思って、うん、ロビーまで二人で、あの怖いけんついてきてくれって言って、アイチー連れてったよ、ホテルに。で、バブ売りよったけ、うん、バブ50円で買って、うん、部屋に戻って、あいちゃんありがとねって言って戻って、うん、でお風呂たまわり終わるやんけ、うん、終わるやんけ。そうで、
まあ、お風呂入れます、うん、お風呂入ったのに、ようやく使ってね、うん、昼寝使って気持ちいい、よかった、今日一日お疲れって思って上がったら、うんうん、バブと目合ってんえ、まさかそうだけどバブ入れ忘れたあんだけいろいろあったのに、なんでよ、入れてなかったんや、結局お金払ったんでしょ、え、お金50円払ったってことでしょ、部屋にあるバブがまだ、ね、今日使おうかなってバブと目合ったバブと目合った、マジあってなった、あ、おつこちょうです昨日だってさ、出てくると出ていくときにさ、解散するときに、あ、バブ買っていこうってやった、ね、やるよ、ね、今日は絶対のお風呂に使える、私バブ絶対買う、ね、そう、バブ入れ忘れた、そうなの余裕で入れ忘れた、あ、1位ジーナ、つむじ2つあるって本当ですか？そうなの？私つむじないんだけど。え？え？だ、どういうこと？みんなあるの？つむじはあるよ、みんな。つむじってどこにあるの？もうつむじないよ、私。え、見せて見せて見せて。え、つむじってさ、ゆいめっちゃわかりやすいよね。あー、わかりやすい人はわかりにくい人も、ゆいはさ、つむじも。え、見えてないよ。あ、これや。ゆいのつむじ、多分。つむじないよ。ちょっと待って、さらちつむじじゃない、そこはもう結構良くなってね、リフトアップもしますから、ね、一番はやっぱせやっぱせやっぱ頭皮が柔らかくなることによって、そうそう、顔も引き上がるからね、ここ、あ、でも待って、分かんないわ、いや分かるよ、だって今日ずっとつむじ押してたじゃん、え、ここってこと、あ、それつむじやで、多分これこれや、ここらへん、つむじってさ、うん、こうなってるの、そう、丸いやつよね、あ、でもないかも、あ、でもこれや、これ、へえ、ここじゃない、渦巻きってこと、そのなんか髪の毛の、え、どういうこと、あー、けどここだけ映ってるめっちゃ頭めっちゃうまいなんかみんなどう思っとるの、ちょっとつむじいな、つむじいな、出たかりきたもうバキャ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 、えまいわ、え、待って、どれだと思う、これってことじゃない、あ、そうやん、これやん、え、そう、ここって中心にあるってこと、うん、この分かれてるところがつむじよね、へえ、知らんかった、私はリコ、あ、恥ずかしい、恥ずかしいえ、リコのつむじどれだろう、これ、これやん、これ、あ、でもほら、女子のつむじって分かりやすいよね、あ、分かりにくいよね、だって、あ、そうなんや、知らんかった、あ、確かに男性はさ、なんか中心からフォーって分かれてるイメージあるよね、あ、あ、そっか、ここからこうシャーみたいな、確かに女性はなんかこう、こうだから降りてるから分かりにくいの、あ、そうかもね、ショートの人はだから分かりやすいの、あ、なるほどね、あ、そうかもね、なるほどね、こう流れ、髪の毛が降りてるから女性は、知らんかった、確かに私の小学校5年生の時の国語の先生もすごいつむじ分かりやすいちょっと想像できるな女の先生やったけど、あ、女の先生、あ、なるほどね、分からんいやー、おろいな、ちょっとこんだけさ、いっぱい喋ってさ、丸一日喋ってさ、終わってからも喋りよるのおもろいねそうなんだよね、うん、でもなんかさ、ファンの人もさ、2年ぶりにその知り合いのファンの人に会えたって言ってて、うん、なんか感動した、ああ、そういうことかと思って、確かに、うちらもさ、楽屋でめっちゃペシャペシャ喋るけどさ、うん、あの人同士もさ、喋るわけやろ、確かに確かに、明けましておめでとうございます、みたいなね、やっと会えましたねとか言って、やっと会えましたね、やっとね、やっと生で、やっぱ生ですよね、やっぱ生だもんいいですよ、やっぱ、ね、やっぱアイドルは生で会うしかないねいや、今日生のさ、まいちゃんマジ可愛かったでもさ、なんかさ、後半になるにつれてさ、ファンの人に言っちゃったのがさ、うん、なんか自分のなんかレーンで、ま、こう並んでくれてる時よりも、うん、なんかあの一番さ遠くのさ、うん、あの受付のところにいるファンの人たちの方がさ、なんか生き生きしててさ、顔が、あ、分かる分かる私のところに来るより私の方が楽しそうやんって言ってしまったよく話すファンの人に、ちょっとなんとなく分かる、うん、めっちゃ楽しそうにしてたよね、なんかちょっと、ね、目の前に来ると緊張にするす、ね、するけど、向こうにいると仲間がいるから、ちょっとなんか そういうのも含めてエモいよね、うん、いや、確かに確かに、
え、あっちおるときの方が楽しそうやないって思ったよくさ、柵とかにぶつかっちゃう、うん、なんか、うん、それが握手会の醍醐味みたいな感じやけどさ、うん、なんかもう大丈夫とかじゃなくてもうなんかえーだなぶつかってるエモすぎてねエモすぎてぶつかってるのさえなんか嬉しいっていうね、大丈夫そうだったから言えたんだけどエモいのか緊張しちゃう。そうだよね。いやでも緊張するよね。緊張するよね。だ今日めっちゃみんな緊張してた。ね、なんかすごいじんと来てたずっと。なんかわみたいな。さ名古屋とか大阪とかもさ行けてないからさ。マジで行ってないね。そう、うん、って思うとね、やっぱ寂しいよね。うん、ね。行こうぜ。名古屋大阪。どうせね。関係者席に。やってるよ配信うん、うん、あのリコマイが声だけ出演してると聞いて飛んできました。だって出演してないです。え、違うもん。声だけ出演してるって聞いて飛んできました。前見ろだよ前見ろ、前見ろいるよ。リコじゃないよ。ゆいちゃん、今日も一日お疲れ様だね。めっちゃ癒されるな前見ろディーバ天の声すごいな。クロミじゃん、そんなこと言ったらメーだよメーだよ。うん、あ、面白い。優しい人多いよね、ゆいのファンの人も。優しい人しかいないわ、うん、もんね、うん、真面目な人多いわ、うん、いい言葉、ね、いい言葉、うん、マイメロだったのか3人で配信して誰が数が多いか勝負してみた。同時に。でもさ、今ってさ、インスタライブってなんかさ、なんか同時にできるんだね。なんか4人ぐらいでしてるの見たことある。ああ、コラボできるよね、いつかしようよ。したい、うん、いいやん。やっぱインスタライブってさ、やる今じゃ。でも今やってみる。めっちゃ羽織りそうじゃない今やったら。確かに。そうね、じゃあそれぞれのそれぞれの部屋で戻ってからいいよ。あ、私ちょっと回数違うけど、バレるわ。そう、確かに確かに一緒にね、ご飯食べてる。いつかね、やりたい。うん、ご飯食べて、その時間に私も一緒に配信しようってことで来たんですけど、盛り上がりましたの。ごめんね、お邪魔して。いや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 、ね、逆にありがとうって感じ、ね、いつも一人でやっててさ寂しいのよ。かわいい。じゃあ、ね、なんかさ配信さしてる時は楽しいけどさ、うん、なんかバイバイって切った後さ、そう、なんかふと寂しくなるの。そう、わかる。その後ずっと喋りよったのにさ、そういえば私この部屋に一人だったって。一人なのに、そうそうそう、喋るよって。もちろん一人なのに、終わった瞬間なんかすぐテレビつけたりとか気になりをして、さっき喋ってたな、なんかちょっと寂しくなっちゃうよ ね配信終わりってあるあるだよ。そうやね、すごいよね。なんか不思議な感覚になる、いつも、うん、配信してる時って。どうかな、どうかにゃ、前見ろなんだけど今日も神回最高すぎ。時々虫いたりする。虫誰が。私のことかな私かなあの鹿にゃはにゃ、ゆきせいに早く会いたいな。かわいいね、かわいい。塾終わった、ゆいちゃん見れてるし、イエーイ。もうすぐね、だいたいいつも30分で終わってんのよ。あ、そうなの。だからしかも1時間で切れるよね、勝手にインスタって。あ、切れる、ね、あ、そうなんだ。そうやね、うん、もう1時間が最大らしいよ。いやー、 あっという間やな。人とするとね、一人やったらいつも何喋ろうってなる。そうよね、喋ろうみたいな。1週間やけん、うん、1週間に1回ってこと、ね、1週間1回、何喋ろうみたいな。
あるけど気づいたらさ、なんか話脱線するよね、配信って。そう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 あれ何話しよったんやっけと思って、すいませんって言っちゃう。でみたいな、そうそう、今回なんですけど、ね、で、なんか結局は何言って難しいよねそれが良さ、良かったりするんだろうね。確かにね、ゆいが話してるだけで可愛い。そうだよ、いいのかしら、それで。それだけでね、誰やねん、マジで私誰やねん、誰だね、マイちゃん話してるだけで可愛い。でマイちゃんとリコがさ、出演しとるみたいな、これだけ出演してると聞いてやってきましたって人もいっぱいおるけんさ、いつもより人数多いもん、見とる人。そんなことないよ。だって150人ぐらいだもん。インスタライブってさ、うん、全然なんか見ないよね。私もなんかそれでさ、全然なんかやる勇気なくてさ。わかるわかる。なんか少ないよね。15人とか。絶対ないそれは。見てくれてるかなって。絶対ない、うん。最低100人ぐらいは見てくれるのよ。幸せな気持ちになるね、見てくれたら。うん、本当に嬉しい。だから今日めっちゃ人数多くてね。リコマイが、リコマイのファンの人が見に来とる。リコマイ3人ぐらいは来てくれたかなそうかも、そのうちのこれはもっと寂しい。うん、おしまいさんの絆よ。おしまいさんだって。やっほー。リコピに最近のナオポン語録聞いて。わあ、最近ナオコと会えてないな。会えてないって面白いのにね。なんか200人突破したね。タイミング的にいそうな気がしましたね。なんかいつかさ、周年だっけ、ニケの MC でさ、うん、なおこのさ、やつプリントアウトしたじゃん、うん、声やばく声大丈夫急に来たね大丈夫。あのなおこのやつプリントアウトしたじゃん、なんか LINE。あーあったね、公演で10周年公演の時かなんか、そう、そしたらさ、プリントアウトしてくれてありがとう、バラバラって来て、私がねえマジでごめんねって言ったら、あの子から、うん、へえ、そしたら、え、全然だよ、めっちゃ笑ったかわいい、はい、ありがとうリコの言い方よいやーもうなんとかいけんって恥ずかしい。パネル5枚にわたる変身。あ、そう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 、すごい細かく、よし。なんかまた同期でさ、なんかしたいよね、うん、やりたい、したいね。なんかできないかな、喜んでやるけど。喜んで、はい、喜んでえ、そんなネタさ、なんか調理のめっちゃ楽しかった。いや、楽しかったね。9周年配信したじゃん。あー、楽しかったね。ゲームとかしてやんか。そうそうそう、めっちゃ楽しかった、あれ、ね、なんか人狼的なゲーム、うん、あれが楽しかった、うん、カード。確かに、配信できなくてもしたいそれでプライベートプライベートで。でも、配信があった方が、まあ、なおね、そう、なおなんか面白いこと言わなきゃ、みたいな。配信する機会があったら嬉しいけどさ、うん、そういう機会がなくても普通にしたい、プライベートですね。したいね、かわいい、かわいい。え、これゆいのタグ付けしていい？いいよ、いつもすぐタグ付けするストーリー刻ませてしまう。そうなんよ。え、週刊ジーナとあってる。あ、そう、週刊ジーナ、それ週刊ジーナライブって。すごい、リコが宣伝してくれよる全然宣伝効果ないけどいい。あ、ゆかちゃんも生誕発表されてる。そう、いつ19だ。あ、19、ゆかちゃんの生誕やるんだ、うん、萌え出るじゃん。え、マジ本当にやった萌え出るよ。え、嘘じゃん、嬉しい、えって思ってなかった。やっぱ同期のね、簡単だからね。そうだね。いや、なんで知らんとって何のリアクションマジ19、え、今知った？え、出るよ、出るよ。今知った？いや、今知ったふりした、今。あ、だよね。ごめん、知ったってごめん。ダウト、ダウト、それは制服の目だって。私は本当に。それは制服の目だって。制服の目だって。制服の目だって。うん。で、いいんじゃないよって。
あ、面白い。もう、あ、もうすぐ50分だよ。私さ、初めて、初めてさ、リセットに出たのが、ゆかちゃんの生誕だから。そう。すごい。生誕レアキャラなのよ、あのリセット。生誕キャラみたいな。そう、だから私のファンの人、基本生誕以外出たことないから、メルコンなリコとかユイとか、多分。そうよね。そう、だから、うん。なんか前が出たらそう。私のファンの人、リセットの話見たことない、多分。へえ、そうなんだ。その子の生誕だから、なるほどね。あーみたいな。はあ、はあははあ。行きたいけど DMM で見るねみたいな感じだから。じゃあね、通常公演。そう、いつでもいいのに、なんか呼んでくださるのはいつも生誕なのよ、同期の。嬉しいけどね。前が来たら全員揃うみたいな。結構プレッシャーかかるよね。確かにね。前がいたら。だって前ちゃん以外みんな言うんだもん、H に。そうだね。うん。手っ取り早いよね、私が行けば揃うって。そう。すごいな、楽しみだね。楽しみ、ゆかちゃんの生誕祭詰まってるしな、いろいろね。めっちゃ寝てるもん。いいよ、いろいろね、このね、最高。帰ったら、なんだっけ、なんか面白いやつ見つけた。帰っ、え、もうまた、いや、普通にのテンションだ。さっきから普通のテンションだ。どっちか。なんか面白い。帰ったらなんかお尻に穴開いてたってコメント見つけたんだけど。え、大丈夫？お尻のパンツに穴開いてたって。お尻じゃなかった、お尻の。え、ちょうどマイクを音消したじゃん。今の話聞かれなくて、聞かれちゃダメだったってこと。いやいや、全部聞こえてなかったんだよ。どっから聞こえてなかったの？どっから聞こえてなかったんだろう。あ、わざと消音にして喋ってた今。無音だったって感じ。押してたの？ショーン押してた。あー面白い、ちょっと。あー、じゃあ私がどの話に、うん、トークを振ったか知らないってことね、うん、なるほど。コメント読んでたのに ね、 ね、読んであげようか、あれもう一回。あ、これさ、アーカイブにしたら残るんじゃない。でもお尻付近からおとなしいやんつぼって聞いた。なんか意味深くなっちゃう、意味深になっちゃうから。わざとじゃないです。お尻の話してたわけじゃない。お尻付近から棒になりました。ちょっと誤解解かないと。あ、面白い。真剣で話してたよ。気になれって感じ。恥ずかしいんだけど、めっちゃ。ああ、面白い。意図的？悪い方のくせに。これあれ。画面スクロールしたらミュートしちゃったね。パンツの下りから音出なかった。あ、じゃあパンツの下りは分かってんじゃん。本当か。なんか、ゆいが拾ったコメントもう一回ほら。もう一回読んであげようか。うん、私が拾ったコメントは、お尻のパンツに、穴が開いてたって、穴開いてたって、帰ったらお尻のパンツに穴開いてたわらって、あ、ほら、帰ったらパンツのお尻を穴が開いてたって名乗ってたよ。名乗ってた。帰ったらパンツのお尻に穴が開いてたわら
ていうのを拾ったのよね、うん、でそれについて普通に話してたら消音になっちゃう、消音になってなんか意味しなくなっちゃう、なんかちょっと変な話してんじゃないかっていうの大変だね、穴開いちゃった、ね、あ面白い、縫ってあげようかねえ、縫って、ね、え縫ってくれるのリコが、うん、縫えるよ全然パンツの穴塗ってくれるらしいよ、うん、リコが消防になったタイミングよ、あー面白いもうドキドキしながら弾いてたわ、音ないけどあ言っちゃダメな話と思ってやっぱ全然大丈夫な話、全然大丈夫なタイミングが良すぎて普通に話してたんだけど、ゆいたちすごいヤバい話してるみたいな思われたの、全然話していいこと話してたら放送されてなかった、そうなの、偶然になっちゃってごめんなさい、あごめんなさい、全然ごめんなさい、私が勝手にスクロールして勝手ポート押しちゃったの、あもうすぐ切れるし、そしてあ面白い、僕の人生も縫ってほしいですよねあなんか山あり谷ありね、いろいろしますから、針も、針もね、いや、そうだね、こうだもんね、はい、波縫い、人生は波縫いっつってね、人生は波縫いらしいですよそれでは聞いてください、人生は波縫い、デン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 、初披露、あー面白い、フルバージョンで聞いてたのあー面白い、ちょっと本当に面白い、あああ、面白い、ああ腹筋割れちゃう、え本当か、見せてみよう、腹筋割れちゃう、山あり谷あり前ありリコあり、あえうまっあ春からショールームしとるで、人生は波縫いはユニットですか、言っちゃダメだよ、だってさ、そうだよ、やばい、新しいやつじゃんか、人生は波縫いの劇場版、ツアーでやるじゃん、ツアーでやるツアーでやるのにさ、ツアーでね、新しく新曲披露するんだから、そうだよ、人生は波縫いって、いやもう本当に普段からこんなんってバレてしまうよ、センター誰ですか、ちょっとそれは言えないです、言わないです、やっぱりその内緒なんで、さっきのもね言うつもりなかったしね、はい、うん、あ面白い、ちょっともう終わろうあ面白い、ちょっとはい、この CM でこの辺で終わりたいと思います、じゃあ今日はハッシュタグ週刊ジンナライブプラスハッシュタグ人生は波縫いでよろしくお願いします、え何それ、ん何なんかそれでなんか何ツイートして、え何何、えなんか今話題になったしねでそれであの、うん、ツイートで広げてもらったりとか、うん、ストーリーに上げてもらったりとかしてもらえると嬉しいです、ちょっと急に急に急になんか整え出した顔じゃ あ, あの今日はねいっぱいねきっと少し思う、あいいが落ちてよ、ちょっと映り込みたいだけだから、はい、きっとこれでスクショしてくれるでしょう、今アーカイブ残すときに、え指充電やばいよ、そうなの、ね、もう切れるの、うん、だから終わろうはい、じゃあじゃあこの辺で終わりたいと思います、バイバイ、バイバイ、すいませんね、ありがとうございます、すいませんね、じゃあ失礼していきます、うん、なんでた失礼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 じゃあバイバーイ、バイバーイ、来週もよろしく、バイバーイ。